そう、分かった。元気だった。俺がお前の何を聞くの。マジで言ってんのそれ。俺のセックスとどっちが好き。先生は、私がずっと先生を誘惑していたと気づいていますか。びっくりした。すごく大事な話をしてくれてると思うからちゃんと言うんだけど、ひどい。それでも信じてみる気はある。